どうも、YouTube のたけしです。たけです。たけです。今回、はい、奇跡の奇跡なんかもう笑顔がこぼれてるけど楽しいね。はい、奇跡のあの人今企画。あやりたかった、これやりたかったね。やりたかった。第1号ですよ。第1号のトップアーチャーが帰ってきてくれました。あ、1番目大事ね。1番目大事。うん、超大事。それでは早速、ね、ヒントとかでみんな予想してもらおう。ヒントね。はい、じゃあヒント1、自分ととか人とかじゃなく交代連と戦ってた男。ああ、だいぶいいヒントになってきました。そうだね。はい、ヒント2、あの弓を振りまくって周りに迷惑かけるやつ。あ、そうだね。インドア、インドアや。スコープ持ってっからね。関係ない。そう、隣の人とか。そう、はい、インドさん。インドさん、毛深いこれはね。それでは登場していただきましょう。マキノさん、どうぞ。あ、どうぞ。はい、皆さんお久しぶりです。ダメだ、これ明日一発目に乗っけたい。もうすごいね、もうこれだけでもうすごい。ダメだよ。おかえりなさい。ただいま。アーチェリー界の復帰おめでとうございます。おめでとうございます。ただいま。皆さん、牧野です。一緒にやれましたか？うん、医者やってますよ。今は沖縄ではなく、今はもう神奈川に、あの関東に帰ってきてね。はい、あの医者やってます。なんで隠してたんですか、帰ってきたの？あんまり関わりたくないなって。いや、あの誰も言う人がいなかったから家にひっそりしてた。人知れず帰ってきて、人知らずひっそりしてました。、はい、じゃあ、あの人は今企画ということでね、まあ、たくさん取れ高があると思うんですけど、まずやっぱ打ってるとこ見たいよね。あ、そうね。じゃあちょっと打ってもらいましょう。はい、よろしくお願いします。打てるかな。いやー、出てくれましたね、ついにトップアーチャー。トップアーチャー。ちなみに戦績的には最高戦績は何ですか？最高戦績、国体3位ですかね。あ、国体個人3位。はい。あれですかね、仙台、宮城、秋田。あ、ごめんごめん、秋田か。高校3年生の時。高校2年生の時でした。高校2年生の時、あれは。全日はもう何回出られてるんですか？全日はね、高1、高2、高3とあとコンパウンドで1回出た。大学5年生ぐらいの時に。あ、大学生の時全日出てないんだ。フィールドは出てるよね。全日フィールドは出てる。インドア、アウトドアは出てないんだ。インドア、アウトドアはリカーブでは出てない。へぇー。日インドアはコンパウンドで3回ぐらい出た。あ、なるほどね。懐かしい。渋谷アーチェリーで浅田さんが紹介してくれて、家族、牧野君と仲良くなりなよって言って、毎日こんぐらいの時間に来るからさ。本当に来たね。そう、本当に来た。あ、来た来た。すごいよな。あ、そう考えると全ての発祥の場所だよね。なんか音楽で言うんだったらビートルズみたいなもんだ。全ての発祥だ。そう、めっちゃよく言われましょう。やっぱ牧野さんのね、あの特徴といえばね、うん、あの腕の毛ですよね。鮭じゃねえの。鮭って懐かしいこと。うめえな。安定感やばくない？どれぐらい打ってないの？もう結構打ってない。リカーブはどんぐらい打ってない？リカーブで言ったらやばいんじゃない？リカーブで言ったらもう6、7年打ってない。マジで？すごい、それだけぐらいか。やっぱ練習しない分体に染み付いてる。そうだね。頭いいからね。マッスルメモリーが。マッスルメモリーって超適当だ。いやいや、マッスルメモリーってこともあるよ。マッスルメモリーってなんか1万回同じ動きすると体が覚えるっていう。マッスルメモリーに叩き込むんだって。たけしさんと同じぐらいか、知り合ったの。いつ知り合ったの？マキノ？うん、マキノ中学生。いや、全然中学生の時知らない。高校生か。中学生の時知ってたと思う。中3ぐらいで。俺が一番入り浸ってたの中2、中3ぐらいで。本当に。いや、俺知らないと思う。俺ね、北海道の全日出たじゃん、うん、インドア、うん、あの時に来月行くんですよねって言ったら、あ、じゃあ牧野君紹介するよって言って。紹介してもらっ、違うね。え、全日出たのって何年生？北海道の全日って
海道はね、高1かな。あ、じゃあ高1だ。高2、1の全日室内の時だね。だから中3の終わりぐらいだ。ああ、なるほど。懐かしい。すげえいじめられた。マジで地下鉄落とされそうなんだ。本名バシバシだった。全然さ、イニシャルとかじゃないの。そう、俺らなんかイニシャルで逃げる。あ、そうなの。知らなかった。大丈夫だった。 T さん、 T さん、 TBT 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 これ放送して大丈夫ですか。かなり適宜カットしてよ。やばいな。すごいね、もう話がたくさん一緒に入って。あ、俺がね、うん、あ、久しぶりだな。これもやばいよ。タクヒロっていつから知ってたの。まあ、中学1年、2年。そうだよね、なんかねえ、タクヒロのところの顧問の先生と俺仲悪かったもん。そう、ずっと犬猿の仲。あれでしょ、牧野と付き合うのって言われてた。そう。で、なんかチェストガードに牧野が後ろに、牧野後ろです、よろしくお願いしますって書いてあって、俺も真似して加藤だけです、よろしくお願いしますって言ったら、こんなお前出せよ、やめろ、消しとけって言われて。レジェンドだからね、牧野はね。いや、本当に俺らの上下の代表一番のレジェンドは牧野だと思うよ。牧野と奥山でしょ、やっぱり。うん。っていうか、奥山って言った。奥山って中学生と朝子、朝子、あ、奥山、あ、朝子か、そっちの何の話しようとしたんだよ。結構、もう大きくなってから話したけど、あ、いた。やべえ話。怖えんだけど。やっぱりね、すごい、もうね、話が尽きないもんね。誰に一番いじめられてたの。うん、わあ、あんま覚えてないけど、やっぱ交代れちゃう。いちいちとんでもない話出してくるよね。いや、なんかさ、今最近ってさ、あのブラック校則って話題になってるんだし、うん、なんか髪を地毛証明が必要とか、うん、あ、そうそう、あのちょっと罰だった、うん、なんかね、パーマがうんぬんとかって。まあ俺高校の時そういう校則なかったけどさ、交代理に行ったら帽子は白じゃなきゃダメ、そういうのとかあって、なんか風が吹いてる時ってその風に向かい風になるように立つとちょっと有利になるみたいなさ、うん、そういうテクニックが昔なんかこう、あの雑談に書いてあったわけよ。そうそう、懐かしい。だからさ、あのその時さ、あの決勝とかで、都大会の決勝とかで横に立ったら、なんか結構ずれて立ったらさ、すげえ怒られたりとかしてさ、いや、これは自己管理の一環なんだと俺は思ってた。だけどなんか、まあ、まあ交代連、今見れば結構さ、まあ変わったのかな、さすがに、あの時の交代連とはね。なんか帽子は白じゃなきゃダメだから、その帽子は白に近いグレーだから、ちょうどこんな色、こんな色だったからさ、あのかぶっちゃダメとかって言ってさ、まあ、何色でもいいじゃんみたいな、白だろうがなんだろうが、それで何が変わるのって俺は思ってた。お前が専門部長だよ、交代連で今から。やっぱ正直ね、あの昔のうさぎ跳びと変わんないわけよ。うさぎ跳びと変わんないわけど、とりあえずみんなに合わせてるのが一番あのいいみたいなね。マキュン、すごいいいフィールドに降りてきたね。確かにそうだね。そう、懐かしいよね。あとなんか普通の大人の大会でなんか試合中にお菓子食べても大丈夫だったけど、交代連で食べて怒られてたよね。あー、なるほどね。まあそれもやっぱ自己管理の範疇だから悪いと思うんだけど。そうだよね。あ、いや、まあさすがにね、交代に変わってくれてると思います。うん、ああ、確かに。何と戦ってたのかなってね、今思うと。あ、なんか多分マヒの中の正義があったんだよね、やっぱり。そうだね、まあなんていうか、まあ、ガンダムは人と人との戦争みたいな、はい、エヴァンゲリオンはなんかこう、なんか上から来る何か分かわけわからない、得体の知れないものみたいな、うん、俺はまあなんかこう、大きなものと戦うそういうね、そのコンセプトみたいな。そのコンセプト持ってたのね、こう、うん、そう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 、すごいよね、これ神回だね、神回。
もうどれぐらい低評価つくかですよ。そんなについてるの？25とかついて。確かにね。牧野って言えばどんなイメージがあります？牧野、そうだね、なんだろう、俺は嫌われてるイメージがすごい強いから大人から嫌われる。でも拓哉も結構嫌われてるよね。俺は嫌われてるよ。なんで？基本的には。なんで？何した？生き方が悪いんだな、きっとな。マキはね、とにかくなんかエロの最先端みたいな、まあ、これ放送していいかどうかが分かる。それは分かる。なんかこう、性についてが早い。その CXT 使ってませんでしょ、途中で。 CXT ね、ソータから借りたんで一緒。ああ、なるほどね、うん、でもちょっと合わなかったから。やっぱ CXT 合わない人多いよね。 CXT やっぱあったらすごいんだけど、やっぱりね、ハンドルが自分を犠牲にして衝撃を吸収してる感が強かったから。だからずっとエアロテック使ってた俺にはちょっとエアロテックだからね。てかエアロテックが良かったんだよね、うん、GMX からエアロテック戻さなかったね。俺覚えてるよ、マキナがなんか GMX 半分塗装剥いでたね。 GMX はね、そう GMX 普通の、よくも悪くも普通のハンドルだって。あ、GMX じゃねえ、あれか、あ、エアロテックか。エアロテックの、うん、塗装半分剥いでたよね。半分って言っても剥いだのここだけで、あとはシルバーの塗装しただけだったんだ。あー、なるほどね。そうそうそう、すごいな。なんか聞きたいことないですか？昨日？なんだろうね。上妻さん全然喋ってないですけど、なんか聞きたいことない。圧倒されすぎちゃって。存在感。喋る力半端ない。喋る力半端ない。確かに。一番喋ってる。この時のスマホイカップをなんか脇野さんに買ったんですよ。俺さ、それ覚えてるよ。俺さっきそれ思い出してたんだけど、俺隣で石津さんに勝ったんだよ。シュートオフで勝ったでしょ。うん、いや俺余裕で勝ってたよ、牧野さんに。うん、あ、なんか58-55とかなんか奇跡的な、あれ1回戦だよね。うん、いや覚えてる。あの時ね、俺牧野と同部屋だったんだよね。石津さんと俺と牧野が部屋同じだった。懐かしいな。面白いな。あ、でもアーチェリーのことを思い出すと、やっぱあの頃の自分はまだ良かったよなって思う。っていうのはなんか、まだアーチェリー上手い方だったから、うん、今みたいにこうなんか人生で悩むことあんまなかった。今悩んでる。悩むでしょ。そうなんだ。やっぱ医者とかやってると悩むんだ。なんかさ、そう、人の気持ちわかんないからさ。昔からでしょ。そうだ、でもなんか昔はそれでもなんかうまくやってた気がするんだよ、ね。あ、キャラ立ってたんだよね。うん、なんかそういう俺だみたいな。社会人になるとさ、人の気持ちわかんないやつさ、ダメなんだよ。昔のつけが回ってきたのよ。昔のつけがね、必死に練習。いいな、応報ってまさにこれだと思う。ね、必死に練習してる俺にね、そのさ、検証する前にさ、英語の単語覚えた方がいいんじゃないって言ってね。あれ、すごい、すごいってことだ。ほら、撮影してるのにこれ食べるとか、これは自己管理の一環ですから。これは自己管理の一環ですから。文句言われてすぎやね。カロリーをして、ね、低血糖症になるからということで、牧野さんが、はい、これからちょっとトレーラーがたくさんあると思うんですけど、はい、牧野特集をやっていきますので。もうすごいすごい、皆さんバット評価待ってます。あえてのバット、そう、バットばっかり、バット評価待ってますんで、皆さんよろしくお願いします、はい、よろしく。